バイロケーションは、北条遥による日本のホラー小説、および、それを原作とする日本映画。タイトル通り、19世紀初頭から、世界各国で、その存在が語られ、実際に研究がされている、怪奇現象、バイロケーションを題材とした作品である。2010年、角川書店主催の、第17回日本ホラー小説大賞長編賞、受賞。応募時の現代は、 同時領所存在に見るゾンビ的哲学校。2013年続編バイロケーションスプリットが発売。バイロケを持つ殺し屋を主人公にしたストーリーで映画オリジナルの設定が逆輸入の形で使われている。2014年に映画化され、結末が異なるバイロケーション表、バイロケーション裏の2作が連続公開された。 2014年9月12日から14日にかけて、アメリカ合衆国、ロサンゼルスで開催された、L.A. エインゲイフィスト2013では、招待作品として上映された。ある日、新婚の忍はスーパーマーケットで、偽札使用を疑われ、警察に通報されてしまう。しかしやってきた、警察官、可能に連れて行かれたのは、警察ではなく、高級フランス料理店、アンリスだった。 そして、そこで、忍は、バイロケーションという自分と寸分違わぬ用紙をして、オリジナルの記憶も知識もすべて持っている。もう一人の自分というものが世の中に存在しており、そのバイロケによって、生活を乱されている人が他にもいるため、情報交換や対策を立てる会を発足しているということを聞かされる。到底信じられない忍は、 その場にいた可能を含めた他のメンバーからの会への誘いも断ったが、その後もたびたび、バイロケに遭遇したため、バイロケに夫を取られてしまう可能性も危惧して会への参加を決めた。情報交換が主であった会での対策は、バイロケを捕まえて殺し、その後の経過を観察するという第二段階に突入しようとしていた。警官という職業柄、 拳銃を所持している可能のバイロケがその対象として選ばれたが、実際に捕らえて、医師のみたらしが解剖した翌日、本物の可能が自宅で遺体で発見される。殺したのはバイロケではないかと考えた飯塚は、会のメンバーそれぞれに護衛をつけたが、今度は門倉が精霊病院の中の倉庫内で角材で殴り殺された状態で発見された。またしても密室状態だった。 警察はその病院に勤めるみたらしに疑いをかけて、連行していったが、その後忍は、自分がオリジナルであると主張するみたらしに呼び出されたり、再び現れた。死んだはずの可能に、飯塚の亡くなった奥さんを調べろと言われたりと、混乱し、質問に何も答えようとしない飯塚にも、不信感を募らせる。誰も信用できなくなっていた忍に、会にほとんど参加していなかった鏡が、僕は、 あなたが知りたいことは全部知っているという。そして新幹線のチケットを渡された忍は、鏡と共に、飯塚の地元へと向かう。角川ホラー文庫20周年記念作品として映画化。罰ゲームやリアル鬼ごっこシリーズなどのホラー作品で手腕を発揮する朝とマリが監督、脚本を務め、ヒロインが突如発生するもう一人の自分に遭遇して、 自分の人生を奪い合う様をサスペンスホラーとして描く。主演の水川あさみは一人に役に挑戦し、キスマイフット2の千賀健とは映画初出演となる。特報や TV スポットでは殺されるという言葉で埋め尽くされるシーンやバイロケの不気味な眼球運動、実際に殺し合うシーンなどが使われ、シックスセンスを超える結末というキャッチコピーも付けられた。 劇中や映画ポスターで登場するバイロケーション人形製作は人形作家の三浦悦子が担当している。2013年10月21日、六本木ヒルズアリーナで行われた第26回、東京国際映画祭にて特別招待作品としてワールドプレミア上映され、グリーンカーペットセレモニーでは自分の近くに発生するもう一人の自分をテーマにしている作品であることに、 習い、エンディングが異なる、表と裏の2バージョンが制作されたことも合わせて発表された。2014年に1月14日に行われたプレミア試写会では観客に表、裏の記載があるうちわを持ってもらい、見たい方を掲げることで上映作品を決定する異例の方式が取られた。水川は表、滝藤方一は裏推しだったが多数決の結果、 表が235人で、裏が122人となり、表が上映された。表は2014年1月18日に全国98スクリーンで公開され、裏は同年2月1日に公開された。表はピア初日満足度ランキングで1位を獲得した。ハリウッドで開催される映画祭 L.A. エインゲイフィスト2014で公式上映された。 第26回東京国際映画祭で今作を鑑賞したイタリアのウディネファー・イースト映画祭プレジデントであるサブリナ・バラチッティが近年の日本のホラー映画の中で断トツの完成度を誇る作品と評価して出品を熱望し第16回ウディネファー・イースト映画祭のコンペティション部門への出品が決定幼い頃からイタリア映画の大ファンだという監督のアサトは 国籍に関係なく楽しめるトリック映画だと思うのでぜひイタリアの皆さんにも謎解きにチャレンジしてほしいと大興奮で喜びのコメントを寄せた。ありがとうございます。